この時間はマツダゼルビア対リバプール、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。まあ序盤で相手に流れを作らせた。シュート、きた、先制、町田、開始早々先制ゴール。いや、いきなりですよ。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでした。シュート、決まった、追加点、町田、早くも2対0、攻撃の手を緩めません。エンバペ、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。エンバペ、今日2点目のゴールです。さあ町田、得点を重ね2対0という展開。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。スペースに出す、マラドーナが受ける、町田ボール、立ち上がりのコーナー重要ですからね。エンバペ、シュマイケル、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。コバチッチからマラドーナ、来たぞ、ここは抜かせません。やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。来た、ピーラース、シュマイケル、富安、ラーム、ジェラード、ここは通しません。マラドーナからピレス、さあマラドーナ、シュート、ジェラード、クリスティアーノ・ロナウド、大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。町田、カウンターを仕掛けます、奪いに行きます、おっとこぼれ球、スルーパスを狙う、シュート、決めた、町田、マラドーナ、これがチーム加入後通算50ゴール目です。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。さあ町田、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。インターセプトを狙う、アラウホ、さあカウンターのチャンスになります。裏へのスルーパス、このボール奪いに行きます。カマビンガからのボールを守備陣対応しました。前半31分です。スペースへ、さあシュネイマー、おっと、自分で行く、中への折り返し、さあつながるか、さあここでカウンター、自分で行く、このパスを防ぎます。福
が上がってきますよ。いいです、今日ワンアシストです。スペースを狙う、エンドベよく止めた。キーパー素晴らしい反応を見せました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。リバプール、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。富安、裏へ届くか、ラーム、ここはかわせません。シュート、コバチッチ、ネイマールへ、裏を狙っていきます。コバチッチからネイマール、いいプレッシャーです。さあ、コスの切り替え、アラウホからベイル、裏のスペースを狙う、いいです、ネイマールへ、ここはすぐ奪い返します。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。結果前半は3対0重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。3点差でしかも得点を与えてないわけですからね、チームとしての好調さが現れてますよね。前半ですでに3点の差をつけています。この後もう1点を追加するようなことになれば、勝負の結果を大きく左右する1点になるでしょう。松田、ゼルビア対リバプール、松田が前半で3対0と大きくリードし後半を迎えます。あっと、この時間でこれはオンゴールになりました。どうしたんですかね、北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。まあ、シュート、オブラカー、いやー、今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。難しいボールでしたけどもね、いやー、よく止めましたよね。危ない場面でしたが、キーパーが立ちはだかります。リバプールは2本目のコーナーキック、シュート、止めた、オブラカー、素晴らしい反応でした。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。リバプールは3本目のコーナーキック、ディフェンスこれを読んでいた、エンバペ、さあ持っていく、エンバペからマラドーナ、さあエンバペ、エンバペ、この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。富安、アラウホへ、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。富安、スルーパス、ラーム、スペースを使う、エンバペが受ける、ギレスへ、いい展開ですね。ギレス、シュート、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の早いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。
さあ、ともに選手交代があるようです。トミヤス、フリースからクリスティアーノ・ロナウド、速いパスパス、さあ左サイドへ、ベルナルド・シウバ、さあ一気にカウンター、ここは繋がりません。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。町田としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。レオンからソン・フンミン、オリーズ、スペースを狙った、さあカウンターだ。リュディガー、ここはカットします。ここは返す、シュートレンジです。今のカウンター、数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。ディフェンス落ち着いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。ここはドリブルで上がる、チェックを受けますが動じません。さあソン・フンミン、いやー追加点、町田3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。ソン・フンミン、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いやー、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあ町田、3点リード。さあベイル、ボール入るか、カマビンガ、ベンホワイトからレオン、さあカウンターを仕掛けます。ベッケンバーは、ムシアラからデニウソン、デニウソン仕掛けるか、ラーム、デニウソンカットに行きます。足元大事に行きます。いやー強い、シュート、危ない、これはどうだ、町田追加点、どこまで点差を広げるんでしょうか。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。さあ町田、このゲームの主導権を完全に抑えています。裏へのスルーパス、抜けてくる、ベイル、ベンホワイト奪いに行きます。ベッケンバーゴールのか、このパス、デニウソンへ、いやー、よく反応しましたね。デニウソン、この選手は北澤さん、どう、あっとこれは危ない、ソン・フンミン来た、追加点、町田ゴール、さらにさらに点差を離していきます。ただいまの得点シーン、奪ってからが早かったですね。いかがですか。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたね。ソン・フンミン、今日2点目です。さあ町田、現在圧倒的な強さを見せています。アディショナルタイム5分あるようです。ベッケンバーは、いいとこ入りますよ、これは合いません。さあ笛が鳴りました。6対1、町田強さを見せつける勝利となりました。
本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はマチダゼルビア対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。サイドをご紹介しましょう。向かって左のエンドから攻めるのが町田、画面右側がマンチェスターユナイテッドとなります。再びクロス、奪い返します。さあカウンターを仕掛けます。この試合ディエゴ・アルマンド・マラドーナが出場しています。もはや説明不要のスーパースターですよね。いやマラドーナ楽しみですよね。あのキレキレのドリブルに創造性にあふれたパス、そして強力なシュート、どれをとっても一流ですよね。はい、フットボールの歴史の中で名選手という方はねたくさんいらっしゃるんですけれども、彼の場合うまいだけではなくて見ているものを何かこう引きつけてしまう魅力みたいなものがありますよね。そうなんですよね。次にどんなプレーをするのか予想もつかないですからね。そういうところもマラドーナの魅力ではないでしょうかね。はい、フットボールの魅力、いや魔力って言わせてください。詰め込んだような選手、それがマラドーナです。ここでマッチアップ、来たか、抜けてくる、このパスインターセプト、マラドーナ、ヴィニシウスが受ける、ここは繋がりません。今のところはまだ両チームとも慎重な立ち上がりを見せています。さあヴィニシウス、スペースに出す、ここで受けて中上げる、松田はここクリアで難を逃れ、ここから打った、いやーこれはナイスセーブ、よく止めましたよね。いい反応でしたよね。蹴るのはもちろんビルロ、いいボール入りますからね。ヘディング、防ぐ、オブラク、すごい反応を見せました。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。クリア、このピンチをなんとか出します。中折り返した、これはわずかに右でした。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。フリット、やはりこの高さは武器になります。ベッケンバーはアラウホ、ここは読んでいました。松田は前半未だシュートがありません。抜けていけるか、マラドーナ、テオエルナンデスへ、さあ逆サイド、これは合いません。素早いパスで攻め上がっていきます。いやこの辺の攻防は非常に見応えありますよね。ソボスライ、さあ右へ預けて、フリット、ネドベド、組み立てながら攻め上がっていく、柔らかいパスと呼んでいた。ネイマール、カウンターですよ。スルーパスを出す、ソボスライ、ネドベドへ、ネドベドからフリット、ベッケンバーはコバチッチ、さあ一気にカウンター、ネイマールへ、このマッチアップどうなる、さあコバチッチ、ネイマール、お、これいいですよ。フリット、ヴィニシウス、フリットへ、ビルロ、ネドベド、フリットから左へ、サイドへの展開でしたがこれは合いません。フリットからのパスはディフェンスが対応、ベッケンバーは、さあソン・フンミン、抜けてくる、マラドーナ、シュート、いい反応、こぼれた、さあ追いつけるか、どうだ、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ヴィニシウス、奪いに行きます。
今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ソボスライ、スペースへ、サーフリット、サリバ、ここは体を張ります。ロングボールを縦に送る、フリット、シュート、オブラカー、これはよく止めました。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。決定機を阻止しました。マンチェスターユナイテッドは3本目のコーナーキック。ウィリアム・サリバ、ベン・ホワイトへ、ベッケンバウアーへ、ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。45分戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね。この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから、また違った展開になるでしょうね。松田ゼルビア対マンチェスターユナイテッド、0対0のまま折り返します。後半ゲームはスタートしています。前半では得点シーンが見られませんでした。ソン・フンミン、細かくパスをつなぐ、1対1、シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出しにしてそして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。マンチェスターユナイテッド、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ディフェンスこれを読んでいた。さあソン・フンミン、松田は2本目のコーナー、どうだ、シュート、ベン・ホワイト、スルーパス、フリット、マラドーナ、中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。ソン・フンミンからコバチッチ、チャンス、どうだ、シュート、これはオフサイドです。ウィリアム・サリバ、長いボールを送ります。ここは繋がりません。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。右サイドへ振って入れてきた。ビニシウスがトラップがちょっと落ちちゃったですよね。もったいないですよね。スルーパスを狙う、どうだ、シュートもあります。ネイマール、いやー、先制、町田、町田がようやく均衡を破ります。ネイマール、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。いやー、ボックス内で冷静なフィニッシュでしたよね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。ヘッドだ、いやー、キーパー素晴らしいですね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。フリットが高さを生かしてヘディングを見せてきた。シュート、同点、マンチェスターユナイテッド、いやー、これは北澤さん、いやー、素晴らしいですよね。
流れを相手に渡さないという気持ちが出ましたね。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。両チームともメンバー交代があるようです。マンチェスターユナイテッド同点に持ち込みました。失点した後なんですけどね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね。チームの強さを見せましたよね。これは合いません。来た、これはロドリゴから右へ。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。ディフェンスを突いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。いや、両チームとも前半とはガラッと変わったゲーム展開になってますよね。ヤンコレルからベイル、いいとこ入りますよ。あ、ダメだ。いや、マンチェスターユナイテッドビッグチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。ベッケンバウアーへ、ベリンガム、いや届きません。町田としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあヌドベド、ベンホワイト、ボールが上がる、オブラクしっかりと抑えました。メッシに渡る、スペースを狙った、大きく蹴り出します。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですがいかがですか。そうですね、どっちが勝ってもおかしくない内容ですよね。この終盤で踏ん張った方にまだチャンスが来そうですけどもね。頭、このヘッドもゴールになりません。先ほども同じような形でシュートまで行ってますし、クロスから崩そうという流れは悪くないんじゃないですかね。テオエルナンデス、ベッカム、残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。スルーパス、ベリンガム、シュート、いやー、すごい、素晴らしいゴール、見事決めました。いやー、なんといういやー、すごい、得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃、主審上を口に加えて、今試合終了です。2対1、町田1点を争う。
この時間はアーセナル対マツダゼルビア、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはロンドン北部に位置するエミレーツスタジアムで行われます。6万の収容人数を誇るこの素晴らしいスタジアムで行われるアーセナルのホームゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。サイドを紹介します。向かって右のエンドから攻めるのが町田、反対側左のエンドからがアーセナルとなります。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。このファーストハーフ最初のコーナーキックは町田、ペースを狙う、ディフェンスこれを読んでいた、縦に大きく放り込む、さあ一気にカウンター、裏を狙う、ここは競り勝ちます。インターセプト。北澤さん、今日のゲームの中心はやはりこの選手ですよね。デニルソンですよね、はい、あのドリブルは分かっていても止められないですよね。そうですね、ディフェンスにとっては脅威でしょうね。加速するタイミングがうまいですよね。赤いテクニックも非常に繊細ですから、ディフェンスは先が読めないですよね。はい、このブラジルを代表するドリブラーはどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。これは目が離せません。スペースへと呼んでいた、デニルソン、おっとこれはカウンターいきますね。スペースを使う、さあエンバペ、開いた、シュート、ゴール、ゼルビア、アーセナル相手に先制。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ町田、この早い段階で先制しました。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。ここからですね、空いてますからね、立っていきたいところですよね。インターセプトを狙う、裏へ届くか、さあゴールに向かっていく、絶好の位置で受ける、そこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。さあここでカウンター、ブライム・ディアス、足元大事に行きます、自分で行く、ファーサイド、
リュディガー、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。エンバペ、レオン、スルーパス、シュート、またまたビッグチャンス。いや惜しかったですよね。まあ形は作れてますからこれを続けていきたいですよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあもう30分になろうとしています。ライカールこのボール奪いに行きます。裏のスペースを狙う。いやー少しいい形になりかけたんですけどもね。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。レオンからエンバペ、このマッチアップどうなる。ベッケンバウアー、デニウソン、デニウソン仕掛けるか。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。さあピルロ、ブライム・ディアス、左サイドのドリブル。町田としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。ベッケンバウアーカットに行きます。さあ仕掛けるか。ベッケンバウアーからデニウソン、振り抜いた、防ぐ。シュマイケル、素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。エンバペ、いや今のはよく止めましたね。いやいいディフェンスでしたよね。松田は3本目のコーナーキック。レオン、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。キーパーからのこぼれ球をイメージできてたんでしょうね。こういう一瞬の判断をとっさにできるのが素晴らしいですよね。さあ町田、さらに1点を追加し2対0としています。町田としてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね。非常に重要なゴールになりましたよね。さあカウンターのチャンスになります。ボールが迫る、柔らかいボール、ディアスからフリット、フリットから右へ、ブライム・ディアス、おこれいいですよ、クロスを入れる。松田、ここで前半の45分が終了しました。しかしこの追加点驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。アーセナル対マチダゼルビア、マチダが2対0とリードして後半を迎えます。後半スタートです。コバチッチからエンバペ、クリセフスキ、デニウソンへ、この辺の駆け引きは注目ですよね。ここでマッチアップ、チェックを受けながらのドリブル、ここはキーパー処理しました。ここも堅い守りでボールを奪います。デニウソン、マッチアップのシーン、フリット奪いに行きます。ロベルト・カルロス、エンバペ、ここでマッチアップ、来たチャンスだ、ビルド、ここはファールです。イエローカード、
まあ早かったですからね、しょうがない気もしますよね。直接狙うにはちょっと遠いか。さあレオン、ここは笛が鳴ります。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。追加点のチャンス、直接狙った、おー、ゴール、素晴らしい。コバチッチ、異世紀号初ゴール、新しい歴史の1ページを開きます。直接叩き込んできましたね、北澤さん。いやー、きっちり決めてきましたよね。やっぱりこういう選手がいるとセットプレーが大きなチャンスになりますよね。さあ町田、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。町田としては後半の入り方は非常に良かったと思いますね。シュート、まだある、今日4点目かというシーン。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。アーセナル、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。両チーム同じタイミングで動いてきます。一気に前線にボールを送る。危ない。オブラク、大きく前線へ。オドリゴ。ムシアラからメッシ、スルーパスを狙う。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。町田としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいでしょうね。スルーパスを出す、スミスロウ。さあカウンタースピードを上げたいところ。このマッチアップどうなる。ネイマールからスミスロウ、ジョタ、町田、カウンターを仕掛けていきます。アーセナル、カウンターを仕掛けます。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。このボールはカットされます。ネビスからホドリゴ、ここでマッチアップ、スペースに出す。いいボールですね。ホドリゴへのボール、そこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。ホドリゴからフリット、ここはすぐ奪い返します。ムシアラ、ホドリゴ、マッチアップのシーン、狙った、触る、枠は捉えていました。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。松田はオーナーキック4本目。コース開いた、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ここは繋がりません。ネビス、ネビスから大きく縦、
グリーズマン、さあここから持っていく、これはチャンスだ。流れを止めます。松田はこの3点リードの状況で残り時間の戦い方としてどのような手段がありましょうか。もう引いていいんじゃないでしょうかね。時間を十分使って守備に専念すればいいんじゃないでしょうかね。今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね。見事でしたよね。さあ右へ預けて、いいでしょう、攻守の切り替え、まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。スミスロー、裏へ出るか、いいプレッシャーです。裏を狙っていきます。さあカウンターを仕掛けます。裏のスペースを狙う。ネビスからジョタ抜けてくる。さあホドリゴ、スミスロー、奪います。ベッケンバウアーからメッシー、ベッケンバウアー、ボール入るか、さあチャンス、上がっていけるか、来たぞメッシー、これは来た、さあ詰めてきた、追加点、町田さらに突き放します。